マブラブ、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、メイヤの初めての料理の後からだね。いきなり結果よ。ま、今日で終わりだから許す。やっと終わったね。ねえねえ、帰りにみんなで遊びに行こうよ。お、いいね。おい、みこと。何？バルジャーノ行くぞ。いいね。よし、スミカ、メイヤ、行こうぜ。考えてみたら久々だな。週間ぐらい。さてさて、バルジャーノ、ん？なんだ、モニター前に随分人がたかってるな。しかもなんか、殺伐とした雰囲気が流行ってるぞ。なんか、奇妙な雰囲気だね。みんな、何やら画面を見ながら怒っているようだが。バトルロイヤルモードだね。あ、あのノエルクロージェ使いがいるよ。なんか、いやらしい戦い方してやがんな。仲間に守られながら。ネージュブランシェ、連発かよ。あの雪みたいのって、当たったらダメージ受けちゃうんだよね。ああ、だからこそ出すには時間がかかるんだ。それは仲間が援護してる。援護してる機体も、汚いのが揃ってるね。イザナギとダミアンだな。この店じゃ珍しいぞ。イザナギ？あの日本書紀に登場する神のことか？そうらしいな。じゃあさ、ダミアンって何？それはあだ名。本当はね、アポカリプスって言うんだよ。こちらは黙示録か。えらい幼々しい名前ついてんな。なんでダミアンなの？よく知らん。型式番号が666で、あ、オーメンか。それと、なんか昔の映画が関係してるみたいなんだけどさ。ふーん。オーメンの子供だっけ、ダミアンって。しかし、素人くせえ動きしてんな。つうか、すぐ待ちかよ。イザナギとダミアンはその場で援護ばっかり。メインの攻撃は、もっぱらネージブランシュの連発だ。あれじゃ誰でも怒るだろうよ。敵側の二人がいいかもにされちまってる。ああいう人がいると、しらけちゃうね。バージョン3だといろいろ対策取ってるって話だからな。そうなる前に暴れときたいってことなんだろうな。遅れてるもんね、バージョン3。このゲームのことは詳しくわからんが、彼らが他人に大きな不快感を与えているのはわかるぞ。まあ、それも戦略っちゃ戦略だからな。やだね。あのノエルクローゼ使い、最近腕上げたもんね。よし、みこと、あそこに乱入だ。二人であいつらぶったとこ。うん、いいね。それは良い。では我々は、ここでその勇姿を見物と行こう。頑張ってね。任しとけ。見事、聞こえるか？急がないと、7番と8番やられちゃうよ。わかってる。こっちも準備 OK だ。よし、行くぞ。あ、なんか随分、雪原マップばっかりだったけど、なんか岩山みたいな。お待たせ。二人ともかっこよかったよ。そう？護衛の2機を仕留めた後、そなたたちがわざと同士打ちした時は歓声が上がっていたぞ。やっぱりさ、最後の決着は7番と8番に付けてもらいたかったんだ。戦いは勝たねば意味がない。ただし勝利というものには期限がある。こたびのことであの者たちもそれに気づけばよいのだがな。あ、終わったみたいだよ。結局7番が勝ったんだね。あの人たち大学生かな。年上だったんだ。あ、あれが悪者か。あ、そうそう、あいつだ。一番から出てきた男、見覚えがある。間違いない、ノエル使いだ。おうおう、みんなの視線が痛いの。下手すると登録抹消だね。そこまでされんの。だな。登録抹消とは、悪いことをするとメーカーからカードの使用権を剥奪されちゃうんだ。え、でもそれが通る条件でさ、やってるんだからな。このカードには戦歴とかいろいろ記録されてるからな。さらに戻ったらちょっとショックだよな。バージョン3からはカードを作るときに本人認証が必要になるってさ。そこまでやるとさ、それを管理しておくのが大変だからやんないでしょ普通。娯楽一つで身分を証明する必要があるのか。世知辛い世の中だな。本当にね。まったくだ。これからどうする？なんだかバルジャーノン続けるって雰囲気じゃないよね。
そうだな、久々にフィットネスクラブでも行くか。うん、いいね。ほう、フィットネスクラブに入会しているのか。違うよ、駅前の大きい電気屋さんに行ってマッサージ椅子占領するんだよ。は？そういう反応になるわな、俺もなるわ。あー気持ちよかったな。マッサージ椅子は最後の贅沢品だよね。電気屋というのは初めて行ったが、なかなか面白い場所だな。見てるだけで面白いよね。あ、僕はここで。それじゃ、またね。なあ、バイバイ。また会おう。俺らも帰るか。タケル、カガミ。え？実は二人を招待したい場所がある。招待？あ、突然何を言い出すんだ。テスト期間中ゆえ遅れたが、二人に礼がしたい。俺、またハワイ？鏡には食事を賄ってもらっている礼と、タケルにはとにかく礼だ。そんなの別にいいのにね。ん？ああ、そうは思うが、メイヤが何かをしたがる気持ちわからなくもない。何？ただ夕食を振る舞いたいだけだ。軽い気分で受けてほしい。どうする？わかった。でも爆発はしないだろうな。安心するがよい。私には私のやり方がある。そうか、ならいい。で、どうすりゃいいんだ。つくよみ。お待たせいたしました、メイヤ様。うん、あとは頼んだぞ。あれ、メイヤは行かないのか。本日は二人で楽しんでくるがよい。二人で？おい、さあどうぞ。あ、鏡様は別の扉から。これはこれでなんか仕組んでそうだ。え？このリムジン、中に一体いくつ部屋があるんだ。部屋？そうか、60メートルだもんな。タケル様はどうぞこちらから。メイヤはいいんですか？はい、メイヤ様が外に出られますと何かと周りが騒がしくなりますので。はあ。わあ、すっげえ。一回でいいからこんなところで食事してみたいな。なんだそりゃ。は、恥ずかしいからあんまり見ないでよ。ドレスコードってあるもんな。鏡様、とてもお似合いでございますよ。そうかな。たけるちゃんはどうかな。あ、その、上は多分スミカちゃんルートだよね。こっち選びたくねえな。中身以外は綺麗だな。ひどいこと言うな、もう。タケル様もお似合いですよ。七五三だね、タケルちゃんは。孫にも衣装ってか。うるせえな、タキシードなんか着たことねえんだよ。それでは本日はわずか数時間ではございますが、ごゆっくりと海の旅をお楽しみくださいませ。クルーズ船みたいな感じ。ちょっと待って。はい、何でございましょう。この船って三つ抜財閥のものなんですか。はい、モナコに停泊しておりましたボイジャーオブジオーシャン号を呼び寄せましたが、何かございましたか？あ、いや、そういうんじゃなくて、あんまりにでかいから。現時点で、世界最大の客船でございます。晩飯ごときでそんなにしなくても。メイヤ様は、メイヤ様らしいやり方でお礼を申し上げようとしたのです。お気になさらないでください。ああ、そういう感じになったのか。確かにそういうこと言ったけど、こいつはやりすぎだって。それでは、失礼いたします。ドレスコードじゃいらねえじゃねえか、ここ。白金様、鏡様、お席の方へご案内いたします。支配人が出てくるのか。あの、お客さんが誰もいないのは。はい。本日は全線貸し切りでございますので。じゃあ本当にドレスコード関係ない。ひえー。ねえ、タケルちゃん。どうしたの？なんだ？ちょっと、落ち着かないね。誰もいないっていうのも嫌だよな。お前度胸あるな。なんで？俺かなり落ち着かないもんよ。そういうこと。こんな広いレストラン貸し切りって、しかも BGM 生演奏なのか。なんであのおっさんたちあんな落ち着いて演奏してられんだ。
心の中じゃこのクソガキどものせいで終末がとか思ってるんじゃねえだろうな。メニューでございます。お、何なりとお申し付けください。とりあえずメニューでも見てみるか。何語？お飲み物はいかがいたしましょうか。え、ワインなどはいかがでございますか。未成年。銘柄のご指定などございましたら。スミカ君、君の好きなものを頼みなさい。え、ずるい。何かご希望はございますか。それではこちらでお選びしてもよろしいですか。はい。前菜の方はいかがいたしましょう。なんかコースとかでお任せみたいな感じの方がいいよね。おいおい、メニューに顔隠してどうするよ。かわいいの。つーか、なんで食い物一つでこんなに困らなきゃならんのだ。だいたい麺屋のおかげとはいえ、こっちは客だ。俺らが聞くせになる必要はあるかい。なんかイラついてきたぞ。すいません。はい、ただいま。何頼んでもいいんですよね。はい、お申し付けください。じゃあ牛丼と小盛り2つでよろしく。え、牛丼と小盛り贅沢で。ちょっとタケルちゃん。あ、玉もね、玉も。あわわわわ。おい、セミカ、超高級レストランの牛丼だぞ。ヨシにもマツにも負けないすんげえのが来そうだな。すみません、タケルちゃん。なんだよ、メイヤにはメイヤのやり方があって、俺らには俺らのやり方があるだろ。でもそれがうまく噛み合わないんじゃ、俺たちは一緒に暮らしてねえよ。けど何度かやってんじゃん。このクルージングイベントはありがたくいただいてたな。あとは夜景でも見ながらこっちのペースで飯でも食うべ。でも牛丼特盛り2つ、つゆだく玉、これ以外にはわからん。嫌なら今すぐ引き返してくれ。タケルちゃん。鏡様ご心配なく。私どもはお客様のご要望にお答えすることが至上の喜びでございます。すげえな。え、恐れながら私どもも蜜剣の端くれにございます。不可能はございません。支配人さん話せる。恐れ入ります。それではお飲み物はお茶でよろしいでしょうか。さすが。じゃ、前菜は白菜の漬物、スーパー味噌汁で。漬物ってさ、パンって用意できるもんじゃなくない？かしこまりました。少々お待ちください。取り寄せんのかな、ヘリとかで。支配人さんいい人だ。いい人だなって。まあいい人だけどさ、無理言って悪いことしちまったな。本当だよ。でもしょうがねえんだって、字読めないんだもん。あれかな、フランス語とかそういう感じなのかな。飯来るまで甲板の夜景でも見ようぜ。12月の甲板、その格好寒いだろう。なんだ、そんなメニュー大事に持ってくるなよ。あ、そういえば、なんか着てる。かわいいね。ほら貸せ。ゴルバーンスラッシュ。おい、どうよ、見えなくなったぞ。何してるのよ。海にゴミ捨てちゃいけないんだよ。おう、言うね。店のメニューゴミ呼ばわりかよ。あ、ま、確かに俺らにとっちゃゴミかもな。字読めなきゃしょうがないよな。だけど、しかしお前もメイヤと同じだな。いや、お前の方が先に行ったからメイヤが同じだったのか。何の話。前にお前さ、自分とメイヤを比べてたよな。あれだ、意地でも飯作るってお前が怒った日だよ。うん。庶民は庶民なりに地味にやっていくしかないんだよとか言ってへこんでたっけな。そんでメイヤに対抗意識燃やしてよ。バーカ。なんであの時言わなかったのかな、バカめ。何さ、変な劣等感持つのやめろ。メイヤはメイヤ、お前はお前、それ以外どうにもならんし、それでいいんだよ。そんなこと言ったって。まあでも持つよな、多少な。同い年やもんな。メイヤもな、同じようなこと悩んでたんだよ。え、お前が飯作って俺が喜んだ分だけ、あいつは自分と俺たちの差で悩んでたんだ。そんな、あいつはお前が思うほど好き勝手やってなかったよ。金持ちなりの悩みってのがあったのさ。
でもってお前は本当は羨ましいのは何なのか知らんけど、変に庶民だってことをことに劣等感を持ってバカめ。ごめん。最近あいつまた元に戻ったの気づいてるか。え、あ、なんとなく。弁当も豪勢になったし、お前が作った飯に必ず一品何か高級そうなもんつけただろう。ん。俺がメイヤはメイヤらしくしろって言ったからだ。そっか。その極めつけがこれだから、お前はお前らしくしてやり返してやれんだ。隅から隅からお前らしくしろ。それが牛丼特盛つゆだく玉。そうそう。バーカな。バーカ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 。せめて特上和牛のステーキとか言いようなかったわけ。特上和牛の牛丼ってめっちゃ食いたいけどな俺。なんだと？せっかくいいとこ来て牛丼バカじゃないの。あのね、庶民だっていい食べ物ぐらい知ってるんだからね。松茸知らなかったじゃん。だってよ、もうほんと極端なんだから。すんごいチャンスだったのに。仕方ねえじゃん。庶民は庶民らしく開き直るんでしょ。せっかくいいもの食べるチャンスだったのにさ。ありがとう。注文ある？うん、なんでもないよ。よし、私は私らしく行くぞ。そうだ、その調子だ。頑張るぞ。よしよし、だからそんなクソ似合わねえドレスなんか二度と着るんじゃねえぞ。ドリルミルキーパンチ。な、ごめん。せっかくの招待だったのにぶち壊して。おまけにお前の印象悪くなったと思う。本当にごめん。私も飛び出しそうになるのをこらえるのに必死でございました。笑ってるやないか。めえや。何も牛丼など頼まずとも。あれ、メイヤ、牛丼って知ってんの？知ってるだろ。つくよみから聞いて初めて知った。あ、そういうことか。鏡の言う通りだぞ。同じ無茶なら他にも頼むものはあったろうに。根が庶民以下なもんで。私は私らしく、鏡は鏡らしく。だが、タケルのタケルらしさは度を超えているのかもしれんな。面目ないです。勘違いするでない。私はそれでこそタケルだと言っているんだ。私はそんなタケルが良いのだ。そうでなくては白金タケルではない。そうか。料理人たちも究極の牛丼を食わせてやったと自慢げでございましたよ。めちゃくちゃノリノリじゃん。いいね。およ、客と料理人のバチンコ。いやーさすがだね。一部シェフとのああいうのを見るのがね、最強の牛丼だった。そなたの不思議なところはそこだ。そここそがそなたの魅力なのだ。そう言ってもらえると。何も気にせずともよい。慣れぬ食事で疲れたであろう。謝るのは私の方だ。ゆっくり休むがよい。なあ。そうだタケル。なんだ。一つだけ言わねばならぬことがある。ん？今晩のことは二人への礼には違いないが、もう一つ大きな意味があったのだ。意味？なんだそれ。私はもう天命を授かる時を待つのはやめた。お？いつかは訪れる未来になれば、一刻でも早くこの手でそれを引き寄せる。え？今回のことはこれまでのけじめだ。鏡、相手にとって不足はない。おいおい。言ったであろう。戦いには機先があるのだと。さすがにスミカもどう疲れたか。なんかとんでもないことになってんですけど。つーかさ、なんで俺がそこまで入れ込まれてるのか全然わかんないんだよ。スミカはスミカで、メイヤが来てから頻繁に世話焼くようになったし、この心境もよくわからん。でもはっきり言えるのは、やっぱなんやら大変なことになってるんじゃないかなってことかな。寝よ。結構豪胆だよな。8日？
9日。よく寝てんな。次は何して遊ぶ？はい、ということでじゃあここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。